1863年の元旦、ピエール・ド・クーベルタンはパリで男爵夫妻の第四子として産声を上げた。国家間の対立協調関係が目まぐるしく入れ替わる時代に生きることになる少年ピエールは、パリコミューンのフランス人同士の凄惨な戦いを7歳にして目の当たりにした。彼が生を受けた時代は、古代オリンピックが再発見された時代でもあった。1776年にチャンドラーがオリンピアの聖地の一部を発見して以降、フランスとドイツの発掘隊が相次いでオリンピアに乗り入れた。イエズス会系中等学校で古代ギリシャ史の世界に魅了されていた15歳のクーベルタンは、古代オリンピックの情景を思い描いたに違いない。中等学校を卒業後、青少年教育への思いが高まった20歳のクーベルタンはイギリスに渡り、ラグビー校などを訪問する。そこで見たものは、パブリックスクールがイギリスの社会の発展と安定に大きな役割を果たし、その中心に自由とスポーツが根付いている姿だった。当時のフランスの教育にはない発想だった。近代オリンピックが目指すことになる平和への願い、そのモデルとなる古代ギリシャの知識、そしてその主要な手段となるスポーツの教育的価値への気づきが、20歳を少し過ぎた頃のクーベルタンに揃ったのだった。